高尾市の高尾港周辺の都市機能を重工業、加工貿易主体から商業、観光、イノベーション産業主体に変換する都市再開発計画エリア。計画範囲高尾市の鈴山区、円区、霊宮尾区と全鎮区のそれぞれの一部沿岸部地区を総称して高尾多機能経済貿易遠区と呼ばれている。総面積約587ヘクタールの再開発エリア。 このうち旅客船ターミナル、図書館、コンベンションセンター、コンサートホールなどの5大インフラを整備するアシマシンワンク計画は全て着手され、一部は完成している。経済貿易円区の方が上位だが、近年は新ワンク指導以降に進展したものを含めて、全域がアシマシンワンクとして扱われることもある。多機能業防衛区のコアとなる社会インフラで、 総額200億ニュータイワンドルが投じられている。大鳥海精密工業、クックボックスなどのソフトウェア開発部門など IT 企業が集結。全鎮区成航炉、復興炉、中華路一帯が該当する。中国鋼鉄グループの中高集団総部大炉を中心に周辺には、イケア、カルフール、ニトリ、コストコなどの外資系小売店が進出した。 2007年に統一阪急百貨を各店舗とする複合商業施設がこの地に開業、太平洋そ豪高尾店などの周辺、大規模小売店に影響を与えるほどとなった。夢時代は第2期ドリームシティを計画している。近年はエリア内の大型案件として足マシンワンクのものとして扱われることが多い。スラネキン205平交渉跡地開発第二次。 国境内線で台湾に逃避した国民政府が交渉を建設、その後も長年中華民国国防部軍備局の軍需工場として稼働してきた。全鎮下早う外線駅付近の中山山曹寺と外線路北東角を占める総面積57ヘクタールの用地が開発案件に含まれ移転後に住宅用途で整備されることになった。 六つ星ホテル高尾港16の18号不当に、遠友集団が65階建ての高層ビル、遠友座湾を建造し、1から16階をドバイのブルジュアルアラブに匹敵する超高級ホテルとする計画だったが、グループ当事長が別の事業の汚職で摘発されたため、中断されていた。2017年10月に上等式が行われ、再開した。2020年観光予定。 ありがとうございます。